私の父ジオン大君が宇宙移民者、すなわちスペースノイドの自治権を地球に要求したとき、父ジオンはザビ家に暗殺された。頑張ってね。そしてそのザビ家一党はジオン公国を語り、地球に独立戦争を仕掛けたのである。その結果は諸君らが知っている通り、ザビ家の敗北に終わった。それはいい。しかしその結果、地球連邦政府は膨張し、連邦軍内部は腐敗し、チタンズのような反連邦政府運動を生み、ザビ家の残党を語るハマーンの長領ともなった。これが難民を生んだ歴史である。ここに至って私は、人類が今後絶対に戦争を繰り返さないようにすべきだと確信したのである。それがアクシズを地球に落とす作戦の真の目的である。これによって地球圏の戦争の源である地球に居続ける人々を粛清する。諸君、自らの道を開くため、難民のための政治を手に入れるために、あと一息、諸君らの力を私に貸していただきたい。そして私は父ジオンのもとに召されるであろう。宇宙世紀0092産業、連邦は宇宙での監視の強化と反乱分子制圧のためロンドベル隊を設立。各コロニー及び反地球連邦運動の監視を行った。その中にアムノレイの姿もあった。スイートウォーターがネオジオンを名乗る艦隊に占拠されました。シャア・アズナブルは地球連邦政府に対してスイートウォーターをネオジオンの領土とし、独立を承認することを要求しています。しかしこの後の交渉では、シャアは直接交渉は望まず、ただ実戦あるのみと言っているようです。地球連邦政府がスイートウォーターの主権を認めない場合、我々は地球連邦軍の中心であるラサに対し直接的な攻撃をする用意がある。このシャアの発言の真意について、シャアってタイと一年戦争で戦ったあの赤い彗星のシャア。シャア、宇宙世紀0079、サイド7を脱出したホワイトベースはルナ2を経てジャブローへと向かうため地球に進路を取った。できるな、アムロ。発信後4分でホワイトベースに戻る。
権力の決定的盾ないこと教えてやる。このモビルスーツは化け物だ。艦長、ラサの参謀本部から出撃命令は降りたのか。いや、まだだ。ラサのお偉いさんはシャアが生きていることさえ信じていないよ。コロニーの連中もネオジオン寄りだし、地球から宇宙を支配している連邦を嫌うスペースノイドは山ほどいるから。だからといってシャアに地球を潰させるのか。だからアナハイムでニューガンダムを用意させている。今のロンドベルの切り札といったらあれだからな。チェン、アナハイムの方はどうなっている？オクトバーさんから送られてきた資料です。このデータによると、タイの設計より重量が3キロ減っているようですが、開発は予定通り進行しています。だがシャアが動き出せば明日にも必要になるぞ。リガジーはバックパックに旋回用のビーム砲装備している分、運動性が落ちますからね。わかった。チェン、明日アナハイムへ飛んでくれ。ニューガンダムの納期を10日繰り上げ、次戦配備の最終調整はこちらで行う。